たける心を殺すことある。今回の動画は街録チャンネルハイパービップスポンサー無限の可能性を人生にキキラ久美子さんの提供でお送りします。ご視聴いただきありがとうございます。何が何でも眠っちゃいけない夜さ、雨宿りするくらいなら晴れてる街にかけてゆくさ。ほえばやん、あの頃の君に会って、ほえばやん、今の君にないものなんてない。すいません、見たと思います。こんにちは。はい、ヘンリー塚本の監督のおいです。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ヘンリーさんはどちらに？監督があちらにいるんです。あ、じゃあ、こっちでもいいですか？あ、こっちでもいいですか？あ、すいません、はじめまして。お部屋ではじめまして。あ、こちらでもいいですか？ヘンリー塚本さんは、今何歳なんですか？79。で、ヘンリー監督さんですね。そうです。今現役です。現役じゃないんです。75歳の時に引退しました。で、70歳の時に社員たちにですね、75歳で引退するからということを宣言して、すっかり75歳で、私の会社は社員に、営業権からネットで譲渡した。私はそこに一切変わらないというのが現状すべてですね。そうなんですね。うん、で今はじゃあ、まあ、ちょっとご病気なんですか？ご病気っていう。いわゆるね、潰瘍性大腸炎というね、軽い方のあれですけれども、患ってます。まあ、いろいろあちこちがありますよ、CMF とかね、慢性腎臓病とか、持病はありますね。うん、79歳はだと、村西徹さんとかってどっちが上ですか？村西徹さんの方が上じゃないですか？さらに。いや、わからない。ちょっとわからない。彼はもう、下なんだ。村西さん下みたいですね。そっか、別にその横のつながりがあるわけではないってことですね。なかなかないんです。一切ね、私の場合はそういった横のつながりない生き方で AB 界をいわゆる何だろうな、一匹狼みたいな形で、うん、ちなみにその入るきっかけは何だったんですか？初めはね、やりたかったのはもう青春の頃から映像から、しかも、いわゆる高校生の頃からもいわゆるホルモンを作りたかったっていうのもありましたね。ホルモン映画、ホルモン映画というか、いわゆる西洋を扱ったような映画を撮りたいなと常に頭にありました。高校生の頃から漫画やなんか書いてね、同級生に見せるときにテーマは青春の性とか、そういうことをテーマにして漫画にして見せたりしてた時代がありましたね。ちなみにどこ出身なんですか？僕はね、東京亀戸前。あ、東京亀戸。それで戦時中には千葉県の長山市というところに疎開してましたね。あ、そうか、戦争って1945年が終戦なんですよ。で、43年までなんです。なるほど、そっか。この日もついてないけど、生まれた時は戦時中ってことは戦時中です。戦中ですね。でも物心ついた時は日本どんな状況なんですか？いわゆる戦後の混乱期、闇市とか。そう、闇市、貧しさ、それから闇米って言いましてね、田舎の方ではおかみさんたちが消費株に米を入れて、東京の、まあ、裕福な家に勝手に運んでいるんですよ。闇市が測って、闇市でみんな生きてましたね。お父さんとお母さん、要するに疎外してたのは母親と、子供たち5人なんですね。で、長男と親父は東京へ、会社持ってたもんですから、で警防団っていう親父がやってた役もあったんで、残ってましたね。それが、昭和20年の3月10日東京大空襲で防空壕に焼夷弾の直撃を受けて、長男と親父さんが、まあ、亡くなった。僕は2歳の時ね。空襲で亡くなったってこと？そう、空襲。じゃあその新聞の側で4人の兄弟を育てたんですか？そうなんですよ。
シングルマザーって4人じゃなくて5人ですな、4人か。4人ですね。お母さん、ないんだ、食い口を。それが大変でしたよ。要するに、非常に稼ぎと言いますかね、実家が、田舎でしたんでね、なんだけども、とりあえず、よそ様の、洗濯をしたり、食事をまかめがしたりして、そう、お手伝い、いわゆるお手伝いなんて、自然ですよ。毎日毎回違うところに行って、今日塚越さん来てくんない、今日私の畑手伝ってくれませんか、っていう感じの、もう大変な、4人育てたんですよ。それでちゃんと高校とか入れてくれたんですか？いや、高校は行ってないし、中学の修学旅行も行けなかったし、修学旅行ってないけれども、学校は行けましたよ、当然。義務教育ですからね。高校ですか？高校はね、定時制ですね。2歳から11歳までは、中学1年までは田舎。中学1年の時に東京出てきました。それで定時制を卒業した後は、そういう映像系の中に入るの？もう一切関係ない仕事、機械工とかね、要するには不向きな仕事って、最終的には婦人服とか紳士服の無心婦をやってましたね。で、その業種がいわゆる採用産業 で、そんな中で私はなんとか、自分のなんだろうな、文房具の世界に入ってきたんですね。自分で当時斜めの便箋っていうのを考案して、普通便箋っていうのは真横ですよね、こう平行ですね。それを12度の角度をつけて斜めの便箋がポストカードで、ベターの色に引っ越しました、結婚おめでとうございます、結婚しましたっていう大きな文字を入れたポストカードと斜めの便箋を自分で考案して、要塞主人服のミシン踏みとの文房具をやりながら食ってた。塚本さん自身はその時結婚をしてるんですか？女房いました。だからこのね、文房具も女房と2人で立ち上げて、納品も、紙袋の大きいのに入れて東急ハンズや、車も何もないで、持ってません、貧乏な家、女房と2人で貧乏持ってね、東急ハンズや、伊藤屋さんに納品に行きましたよ。あ、それは自分の会社だったんですよ、文房具。自分の会社を立ち上げたんです。で、斜めの便箋っていう、一応市には申請中というですね、あれをもらえるんですね、特許庁からね。ただ、登録、実用シーンは取れませんでした。取れないの分かってて、とりあえず申請中っていうのを出して。で、それが文房具の几帳面の上にですね、バカ野郎、7年ぐらいでめさめさすんなとか、それから斜めの便箋に、それこそ青春時代の初体験のラブレター、彼女から、女の子から同級生の男の子にラブレターを、初めての体験の彼女の気持ちをラブレターにした便箋の表紙を、これやっぱ結構売れたんですね。で、何歳でしょう、監督エーブイットを使い、それがね、面白いような巡り合わせでね、その要するに文房具業界の展示会っていうのがあって、国用とか山用とかライオンとかの中に私の便箋もペースを持って並べたんです。そしたら結構伊東屋や東急ハンズや北海道の大丸富士というとか大井のところからかなりの注文が来て、で結構作りましたよ。でもそれも結果的には紙製品で利益率が少ないんで、なんか利益率の高いものを何かいろいろ考えてですね、結局その当時、ビデオカメラが出始めの頃、30万、40万、50万という時代で、一般家庭にはなかなか手に入らないので、でこれを手に入れて何でも撮りますという商売を始めたんです。でそれを毎日新聞の広告や近所 のポストや電信柱にパンパンパンって貼ってですね、僕の想定は結婚式とか、イベントとかそういうものを想定して、当時まだ家庭にはなかったカメラ、ビデオ、VHS を持ってですね、生命保険を解約して200万ちょっとの現金を元手にそういう機材を手に入れて、そして、注文が来たら結婚式でも何でも飛んでいって撮ろうっていう会社を立ち上げた。どうですか、結婚式を見て撮ってあげますよっていうこのサービスってあったんですか？いや、当時はなかったですよ。自分で作ってさ、自分で作って、ホームビデオカメラね、特に自分のさんとか業務用じゃなくて、ホームビデオカメラで、撮りましたね。そ
で、それで自分で 編集を編集もしましたよ。当然いろんな人の手助けを書いて。当時そのパソコンとかあるんですか？何でも撮りますはですね、これは撮ったものは編集もなしに相手に渡してました。ああ、そういうことですね。だから編集せずに、せずにそのうちの編集機を買って編集するやりましたよね。でところがそういうものを想定したんだけど、せいぜいそういうので来たのは3つか4つ、その発注がね、うん、で来たのが、ものすごく来たのが何だと思います？要するに、ザッピングパーティーの再生してくれないか、それから俺には愛人がいるんで、俺と愛人のそのね、お客と愛人とのこの仕事を取ってほしいとか、それから自分は糖尿病でね、ほとんどそういう女房を楽しめることができないんで、若いね男性とも俺の女房とのあれを取ってくれと、そういう仕事が舞い込んだ。へえ、じゃあ割と寝取られみたいな人の発注が多かったんですか？多かったです。弁護士とかお医者さんとか。へえ。それお金はいいんですか？そこまあね、大きな結構もらってましたよ私。それで1回まあ僕の20万か20万ぐらいかな、1回の撮影で。1回の撮影で儲かりますか？儲かりました。ところが結婚式とかイベントっていうのは安いお金ですよね。そうさ、その時何歳？45かな。40まで普通たちの文房具みたいなものが働いてて、いや40ではなくて、富士服とかそういう仕立ての方は25ぐらいのところからやってました。文房具っていうのは幸せになってからですから、35、6ですかね。 AV やる40代までずっと続けてましたね、文房具と。そうですね、35から42とか。そうですね、ちょうど厄年の年、翌明けぐらい、翌年ぐらいですかね、この何でも撮りますって一生懸命始めたの。その何でも撮りますが、その AV の礎なんですね。そこでですね、ちなみにこれ、カモトさんが42の時は1980年代ってことですか？そう、80年当時ね、はい、まだその何でも撮りますっていう頃だと思いますけれども、はい、日活ロマンポルノとか、はい、宇宙企画とか原作っていうのがなんかあったような気があるするんですよ、AV、はい、メーカーでね、はい、最初はレトラレのショッピングパーティーで撮ってたじゃないですか、うんうん、それってだからアダルトビデオのつもりで撮ってないじゃないですか？もちろんもちろんです。それでも、でもそれ一応1回の撮影で20万円とかじゃないだから、うんうん、どこからそのちゃんとしたそれでね、やっぱりそれがね、いろいろ見るとやっぱり違法なんですね、サーフィンパーティーの違法なんですよ。あ、それ自体か、うん、そういうことを指摘されて、でそれをやめて、そして、始めたのは当時宇宙企画と電車が要するに AV メーカーがあったんで、私がサーフィンパーティーであるスースーのそれも撮るうちに、いわゆるその生々しさとかリアリティっていう人間の性の濃いですね、私今まで夢に見たことのない現場を見るわけですよ。夫婦前とか愛人とも今日撮ってくれてて、テープそのまま渡しますよね。その中で私が今まで経験したことないような目に見たことないような言葉、聞いたことない言葉を連発した男と女の、そういうことで自分自身も何だろう、興奮しまくりの半年間ぐらいでしたね、毎回どんなで口づてで来るんですね。で放送禁止用語とかいろんなそこにおける男女の声です。アダルトビデオにあるような言葉のやり取りではなく、もちろん変態たちのところ、YouTube なんて放送禁止用語とかないですか？もうちょっと大変厳しいですよ。立体的に分かるように教えてもらえますか？言っちゃっていいの？そっちで来てくれるのね、あんなおまんこです、おまんこ、おまんこ。これは男性人。あ、で、まんことか中国ってことを言うんですか？やってるの？色つく言いまくるんですよ、女性の方がね。フレッチンコ欲しいって言うんですか？いや、ファックしてる最中ちょっとね、次元が違うのあれなんだけども、ファックしてる最中にそういうことを言い合うわけ。で男はやっぱりそういうことを言わせることによって興奮できるんじゃないですかね。それとね、男よりも女の方が、女性の方がその性においては貪欲性はね強い上ですよ。
あの想像男と女性はまあ大体同じようなものなんだけれども、我々が思っているように女性っていうのは性に対して貪欲、そして想像以上に人前でもそういうことができるタイプですね。すごい一番いい例が、男性って行く時もあれ声でもあんまり声出さないじゃないですか。女性っていうのはおとなしくしても声出せなくても自然に声出さざるを得ないぐらい快感なんですね。声を出さなきゃいけない、なんだろう、出さざるを得ないぐらいに快感度が男でも上なんですね、快感度が。で、声を出すな、まあ、私の穴があるけど出さざるを得ない、男って声を超えることができますよね、女はそれができないんです。で、ついにどっからいくらおとなしい女の女性でも、もうその時にやっぱり声出して声出さざるを得ないぐらいに快感が乗ってやつってしまうんじゃないですかね。じゃあそれで実際にどうぞ、そういう変態業界で変態の人たちからまさに口づけて弁護士から医者から伝わって取ってくれないか取ってくれないかとか、そういうことできると全然お金ですよね、基本で。で中にはその自分の女房をそちらでとか若い男性を用意して自分の見てる前で取ってくれた、そういうの方が多かったですね。自分の女房を、自分の愛する妻を、他の男性に手を止めて、そして自分はカメラのこっち側で見てる。へぇー。で、それを撮ったものをそのまま、間違いなく渡してもらう。渡す。それがまあ、でもちょっとずつ、その、撮影の違法ってダメだってことに気づいて、その監督を名乗るようになった。あ、それでね、そういうことができなくなって、そして私はリアリティって何だろうということで、毎日新聞でモデルを募集したんですね。男性モデル、女性モデル、当時毎日新聞でしたけど、ね、当時はね、そういうこともできたんだよね、募集っていうのがね。そうやって集まったのは女性が5人、男性が1人、彼らを使って自分はそのいわゆる AV を撮ったんです。で作った作品が10作品かな、10本。それを自分で編集し、自分編集権を持ってないんで、いろんな知り合いを頼んで編集をしてもらったりして10分作って、画面の中の男女のあれを写真カメラで撮って、でそれを生写真ですね、今でね。それを当時ベータス VXX のあれに白い印刷屋に頼んで切ってもらってですね、白いカバーをかけてそこにのり付け、それを見本を作って、当時愛心ビデオと、もう一つ日本ビデオ出版があったのかな、2社にね、いわゆる見本として持ってったわけです。どうしたら、ベタ褒めというか、今までこんな生々しいものは見たことがない。2社がですね、競争し合うわけですよ。もうあっちには乗っていくな、いや俺のところだけにしてる。で結局半分半分ですね。でとりあえず合計でね600万現金で、10本で600万円だからね、1万本、何本だろうな、とにかく5、6000本いったと思います。それをダビングも、ダビング工場には出しました。あと生テープ貼るのも両方と2人で1週間か10日ぐらいかかって、で納品本数揃えて納品しましたね。要するに今まで自分がそういった夫婦の愛人やなんかの絡みを取りながら、リアリズムって何だろう、生々しさって何だろうっていうのが頭にこびりついてて、それを参考にライトもない照明もない中でどうやって撮れるかっていうのを撮って、人屋さんに持っていったところ、いやこんな映像今まで見たことないって言われて、当時オオカミプロかな、オオカミプロという名前で納品した覚えがあるんですね。それからそれを資金に問屋さんに出していくうちに、ビデリンを通さないと、最初見ても日本美術館ビデリンを通さないと買えないと、通してくれるようになって、そしてドラマ作りに始めたんですね。で今まで僕が撮ってたのはいわゆるハメ撮りで、あまりドラマ性もないものでしたけどね。でドラマに挑んだんです。なるほど、ドラマある AV 作品、しかもそんな前からカメ撮りやったんですか。僕自身もね、女房には内緒でね、出て、撮って、それもその10分の中に入ったんだろうな。ああ、
ご自身がもう駅しながら回すという感じ。草も一緒に仕事したらバレたんじゃないですか、この出向に中みたいな。それはね、女房の偉いところで一切感知しないというか、見てない、知らないというか、そこに変わりませんね。例えばしてたとしても一切何も言わなかったと思う。お仕事のためだしっていうか、まあ、会社のためだし、多分ね、知らなかったと思いますよ、僕が出てたの。店で並んでたのも知らないと思う。でもパッキーの表紙には私の顔は出てませんからね、鏡の部分の部分だけど、そんな風に、精一杯戦友みたいな形で助けてはくれましたけれども、うん、私がどうもしてるだろう、その浮気してるかもしれない、彼女と絡みしてる、そういうことは一切そんなの気にしないというかね。じゃあ、その、いわゆるカット割りしてみたいな、ドラマのようなものも作品で撮るようになったんですね。それで、当時、ベトナム戦争終結20周年というのが、はい、世界であって、特に日本でもあってですね、はい、でそれでこれだと思ったんですね。要するに他メーカーができないもの、他メーカーが興味を示さないもの、他メーカーには作らないもの、何か軍隊もの、戦争もの、当然そこで、常に思ったんですよ。この世界に入るためには他メーカーが作らないものを作るしかないと。それは何だろう、もう頭に浮かんだのは、当時三田選手は20周年ということで戦争もの、三田も戦場というのは、いわゆる無法地帯ですね。法の通じない世界で、いわゆる常に世界中のいつの世も、どんな時代でもあるのが戦争、紛争。そしてそこに犠牲になるのは女、子供。特に女性は必ず、レイプというですね、痛ましい現実が、いつの時代。で、今でさ、どういうことかあるんですね。そこに着目をして、いわゆる軍隊ものというのに挑戦してみようということで、軍隊ものを作ろうということで、これぞと思ったわけです。で、当時、カンボジアが内戦、まだやってたと思いますね、ラオスとかインドシナ戦争で。で、クメルルージュ、ポルポト軍のクメルルージュをテーマにしたものを作ろうということで、当時ですね、手袋にサバイバルチームというのがあって、彼らの方からトラッピングや何か取った経緯があって、彼らの方からコンタクトがあって、で自分たちはベトナムの別におけるですね、装備品、米軍が持っている M16 とか、装備すべて、リアリティに揃えられる。で、それというその情報もあって、もうベトナム戦争の、要するにカンボジアのクメル類をテーマにした作品というのを作ったんです。で、今までのシーンも投入してですね、当時です、ね、200万ぐらいかけたかな、10人ぐらい、兵隊、それから女性が2人、絡みのできる男女2人を持って、作ったんです。で、新潮社は写真週刊誌のフォーカスというのが当時あったんですね。で、そこに情報がどんな風に入ったか知らないけれども、その撮影現場を、取材させて、私のベトナム戦争もだ、戦争もだと思ったことと、サバイバルチームのその思惑と全てが一致してですね、どういうわけか知らないけど、写真週刊誌のフォーカスまでもが現場を取材したいという、ことが全てがこううまく絡まったんですね。で、僕の撮影現場、とんでもないです。千葉県 そのサバイバルチームが常にこう遊びながらやってるすごい広大な土地があるんですね、戦場のような。で、そこをロケ地として、クメルルージュのカンボジアの悲惨な状況を自分は脚本書いて、そしていわゆる女性の被害者ですね、これレイプものですね、犯罪、戦場によっては犯罪もって言われませんけれども、それから残虐性を込めた、その戦場の悲惨さを映像にして撮った。で、多分新潮社のフォーカスにも私のあれ記録として残ってるでしょうから、もし知れたかったら、きっと今度取ればそれ手に入ることができますよ。で、それがヒットしたんです。それまで作ったものを作ったものをヒットするといっても、真っ白いテープに生写真貼った程度の、どう見ても裏ビデオ的な、それが店頭販売で結構売れて、それで問屋の方から現金で渡して言ってくれっていうぐらいにリアリティなものでしたね。で、そういうこともあって、戦争ものが、その日本中の問屋さんが
両方でもって仕入れてくれて、それは結構売れたんですよ。本当に売れた。安い値段ですよ。やっぱり1万本近くは売ったんじゃないかな。でそれがね、私 の, AV に入っていった大きなきっかけの一つなんですよ。で、資金もできたし。現地でのレイプ的な感じのことですか？それとも、そうじゃない性を。レイプレイプ。レイプなんですか？その他にレイプかけて時間を奪うんで、残虐性を秘めるためにですね、自分たちが食うために戦地で鶏を捕まえて、鶏を食べるし、だったんですよ。でもだから当時だからできることっていうこともあるんですね。鶏を殺すシーンはその日は審査を取りませんでしたけども、 それはぼかしなり何なり選びしてましたけども、そういうその残虐性を鶏を食べるシーンでもって表現して、 あとは兵士たちのなる領塾ですね。タイトルが領塾戦線のタイトルですので、やっぱりね、背景ですよ、戦場におけるそれも煙幕を買ったりですね、爆竹を100本ぐらい束ねてですね、火つけるとバン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 バーンと、ね、破裂するんですよ。ここから煙幕を焚いて、いかにも戦闘をするようにバン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 ってやったりしてですね、多分そのリアリティさはびっくりするぐらいだと思う。マニアックというかニッチなようなジャンルに見るけど、ない世の中にないから売れたと思うんですね。そういうことで、アメリカはとてもお金がかかるし儲からないから作らないで、私としては常にその世界に目を向けていきましたね。私は昭和18年生まれで、戦中の生まれ、戦後の混乱期、貧乏、ひもじさっていうものを味わってきてますので、自分が生きた時代の性を描くことは私にはとても作りやすかったんですね。で、貧乏と性っていうのは深く関わりを持っていて、大金持ちや金持ちの性の世界よりも貧乏人たちの生きるための性の本能の世界を描くことが僕にとっては得意だし、なんだろうな、そこにこそね、人間の性の本質が描けるんですよ。で、タメイカはあまりそういうことに視線を向けませんでしたので、私は貧乏と性というものに徹底的にこだわって。どんなのがあるんですか？そういったその戦争ものを皮切りに、あと非道徳の性ですね。非道徳、非道徳、非道徳の性っていう、いわゆる不倫。おお、はい、一刀二比三章四比五歳って知ってます？一刀二比三章四比五歳、どこが興奮できる相手の順位を表したものですね。一番興奮できるのは他人の妻を娘だ。二番目が使用人や女中をですね、ものにする。一頭二三章っていうのはいわゆる目かけを見かけたんですね。で、C というのはいわゆる勝負とか、五番目に妻という言葉が出てる。妻は一番最後なんです。僕はこういう世界を常に頭に描きながら、特に、人妻、それから女中、女中って言葉は今使えるかどうかしませんけど、いわゆる使用人ですね。それと娼婦、娼婦というのも僕の場合は貧乏という性格から直結できるのは、やはり女中さんであり使用人であり、人妻、お金のない人妻をですね、金持ちの男がその生きるために結びつけるのに、とてもたやすい世界なんですね。あれどうですか、40何歳ですの監督デビューされてたら、それ何作品ですか？引退するときにはね、2500本です、タイトル数で、それも全部、すべては台本を渡し、監督が私、本台本、演出監督、から編集も私、いいですね、2500本すべて、素晴らしいです。そこはね、ギネスにも乗るぐらいだ。そうなんだ。いや、乗るぐらいじゃないかなと思ってるわけ。でも、いや、いいですね。大体ベテランになってくるとね、なんかその編集やりたくないとか、脚本も書いてよ、まあ、それは中身にこだわらないからね。やはりね、一度カメラを構えて、そのカメラを通して自分の魂を女優が代表にぶつけてですね、撮ったものは自分で編集し、そしてキャッチングから何か自分で書くことで自分の思い描いてる世界を描けるんだと思うんですよね。分業というのは、でカメラも当然私です。
私はね、巣に作るときに金儲けをしようとか売れるものを作ろうとかとは一切思ったことないんですよ。たとえ売れなくても自分が納得いくもの、戦争の最たるもんでね、たとえ売れなくても作ってきましたね。FA っていう会社を作ってからも作りたいものを作ってる、それがめちゃくちゃ売れるっていうのすごいいい。いや、中には売れないこともありますよ。恥ずかしいですね。全部売れるってわけじゃないんですよ。そうですね、それはもちろんそうだと思うんですけど、見られないよりは多くの人に見られて、楽しんでもらいたいって気持ちはありますよ。もちろんある。だからそんな風にして作っていくとですね、ある時監督は問屋さんでね、ヘンリー塚本コーナーができてますよ、FA コーナーができてますよって言われて、ふっと振り返ったら、そんな風に全国のレンタル店でヘンリー塚本コーナーができたり、 FA コーナーができたり、それからファンレターが来るようになり、自分が意識してるのはそうなっていった状況ですね。特にファンレターの中にこういうものを作ってくれ、ああいうものを作ってくれっていうのがあって、その中で特に印象の強いのは70過ぎのおばあさんだと思うんだよね。おばあさんからか、おばあさんの考えたんですか、何がいたかどうか知らない、そのレーターのラブラのなんだ、ファンレターです。シベリアのロシア軍に犯された話を書いてあって、へー、そのお母さん、自分のお母さん実体験、実体験、それを作品にしてくれた。それで自分は他の人たちを泣きながら、殺されないために泣きもこらえながら、必死にこらえながら、やられてるの自分だけは快感に打ち震えてしまって、当然声も出せず体も反応しなかったけど、心の中ではこんな世界あるのかと思うと興奮しましたと。で、当然商品として言うわけには難しいですよね、ちょっと止めてくれる。面白い。何歳で引退したんですか？75歳。ああ、でですね、要するにテレビ業界そのものは何だろうな、結構かなり厳しい状況になっていて、で要するに、私の時代は終わったなと思ったんですよ。私の作品はやっぱある程度予算もかけたいし、で当時の低予算低価格映像配信も走ったりして、とても私はお金かけて作れるような状況がなくて、それも機に私の妻はですね、私が75歳の時に亡くなって、その時にですね、いわゆる戦友でしたね、何から何まで分も含めてかけて支えてくれた彼女が亡くなったことで、喪失感を味わいながらも、この UV の世界では私の時代は終わったんだという決断のもとに、思い切ってしっかりと社員たちに会社を譲りました、譲渡しました。でその後は一切代わりを見せないと思って今月に立っています。ただそんな中でやっぱり私が唯一生きがいを感じたいと思ったのは YouTube の世界。すごいっすよ、ご自身で75歳ぐらいだったから YouTube に興味持ったんですか？75歳の時じゃないけど、これから2年後ぐらいですね、77歳ぐらいの時ですね。で初めは作る気はなかったけども、1年後にして、いわゆる、YouTube の規制って厳しいですよね。初めは出したらみんなボツで、そのうちにあれをこうやりこうやりしながら、とりあえずスポンサーは少ないけれども YouTube で放送されるようになって、でもうスポンサーの部分なんか一切気にせず続けてたんですが、やっぱりある程度スポンサー収入がないとなかなか、ね、意味がないね、広告収入ね。広告収入を得るための規定をきっちりとクリアした YouTube 作品を今挑戦してます。それは結構ヘンリー塚本さん、私のその卑猥なその世界でファンになった人たちが結構見ててくれてて、作るとある程度回転数が必要なんで紹介数がいくんです。特に今タイトルなんだっけ、ヘンリー塚本卑猥劇場というチャンネルを持ってですね、去年の10月から作ったので、幸せの匂いは愛の、それから百姓娘のあちみとほいとかっていうやつが結構回転数いってるんですね。で今回ですね、この外録チャンネルに出たこともある、マリテンさん、ホンクレチャンネル、ホンクレさん、あの3人組がコラボして、私の作品に私の台本を持って出演してくれることになって、この5月11日かな、2日間かけて田園風景をもとに
百姓娘にな、百姓の未亡人になった、マリテンちゃんが出てきます。いいですよ。うん、私が、時代を生きた昭和の現役風景を背景にした、マリシー、未亡人の話を撮る予定です。この後編集して、2、3週間後には YouTube に挑戦したいなと思って。もしそれの作品の中出来上がるだけで上がれますか、上げますか。そうですね、今と外録チャンネル頼みますよ。できればマリテンちゃんたちも一緒に入れてね、コラボで。あとなんかそれの作品が上がる今払って普通に見たいと思うとかすぐ見れた方がいいから同じ日で上げる、そしたらそれが一番なんかね、ですね、ですね、この話聞いていい話だなと思いながら、ね、前編じゃなくて、15分か20分の作品を切り分けに聞きますから、独立正直くらいじゃないですか、今回はね。ちょっと宣伝になりますけど、タイトルは未亡人と蛇とスイカ泥棒。未亡人と蛇とスイカ泥棒。蛇が人間に出てきて、その未亡人と蛇がどういう関係にあるのか、女性と蛇がどういう関係にあるのか、スイカ人からスイカ泥棒とその未亡人との関係はどうなのか、それは昭和の原風景の中で描いていきます。楽しみにしてほしいな。じゃあこれ概要欄に貼ってきます、はい、ありがとうございます。今日は楽しかったです。はい、ありがとうございます。ちょっと寒かったんでね、これを取ってね、ちょっと俺一生懸命ね、今日ここをつけてきたんです。つけてここをつけてきたんです。そうですね。じゃあそういうことでありがとうございました。